3月11日の花文鉄台北市長と高遊戯新北市長の会談によりゴミ袋の通用が決まったほか新北市のゴミ袋の値段も台北市と同じく1リットルあたり0.36台湾魚になります赤い袋は新北市のゴミ袋で白いのは台北市のゴミ袋として使えるレジ袋青い方は台北市のゴミ袋 5月1日からそれぞれ漁師のいずれでも使えるようになりました。台湾鉄道は乗客の平日の需要を満たすため、5月2日から冬間号、タロコ号などが1本につき120枚の立ち席当日券を発売、5月1日から警察官、消防士と海岸巡捕所の職員が国軍医療機関で受診する場合、登録料と自己負担分免除などを適用します。他にも、 贈与税の申告は本席地に限らず条件を乱した場合国税局のどこのカウンターでも申告できるようになりました。また今年は Windows の Web 税申告システムが供用開始となりました。